カズレーザーザさん美人と組むっっていうもあったじゃないですかいや美人はでもね基本的にあのいないんですよ美人の段階でじ自分というキャラクターを確立できるじゃないですか売れやすいからはい、はい、売れ残ってる人にあんまいないんですよねうい,ういわゆる美臭の美の人ってそ,ううそもそもめちゃくちゃ可愛い人はまあ今は分かんないですけど当時はなかなか。 ななんか芸人っていいいうのを選ばないんじゃないですかでもなんか芸人が好きって言ってる女性は多いじゃないですか。芸人と結婚する女性とか。ああ、はいはいはい。まあでもやるのと隣で見てるのでやっぱだいぶ違うじゃないですかね。